手をお送りください。本日ありがとうございます。すごくなかなかエキセントリックでセンセーショナルな映画になっておりますので、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。静子役をやらせていただきました沢尻エリカです。今回はですね、本当にとにかく恋に猛烈に生きて、もう生きるという女性を演じさせていただいたんですけど、とにかく現場が楽しくって、こんなに楽しい現場今までなかったんじゃないかなと思うぐらい、本当にすごく素敵な役に巡り合えた私も嬉しいし、皆さんにも気に入ってもらえたら嬉しいと思ってます。今日は最後まで楽しんでいてください。とにかく凄まじい作品になってまして、今日こうやって皆様にお披露目することができてとても嬉しいです。この作品に出会えてよかったなと思います。今日は楽しまれていてください。ありがとうございます。本日はありがとうございます。この美の暴力みたいな作品を最後までご堪能ください。今日はよろしくお願いします。こうやって完成したものを見ると、なんでこんなすごいのが撮れちゃったんだろうと、ちょっと自分でもやっぱり私だけの力ではなくて、もうありとあらゆる奇跡が重なってできた映画だなと思ってます。かなり自信作なので、ぜひ楽しんでいってください。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、まず皆川監督、はい、初のオリジナル作品として太宰とその彼に関わった女たち、はい、この物語を映画化するにあたっての経緯をぜひお聞かせいただけますか。はい、ですね、最初実は人間失格自体を映画化しないかというお話をいただいて、でちょっと調べていくうちに、これは太宰本人の方が、というか本人相当面白くて、3人の女性がそれぞれ手記を残していまして、それを読むにつれて、これは絶対オリジナルで、まあ、ハードル高いですけど作ってみたいってすごく思ったんですね。でこう本をどんどん開発していくうちに、まあ、これは絶対に小栗くんしかいないって思ってしまったら、もう小栗くん以外思いつかなくて、オファーをしてこう今に至るんですけど、もう小栗さんしか浮かばなかったって。小栗さん、このお話聞いて、ね、あらかじめ多分伺ってると思うんですけれども、いかがですか、改めて。はい、嬉しかったですね。嬉しかったです。はい、小栗さんしか浮かばなかったっていうのは本当に役者も妙につきますよね。そうですね。で実際出来上がった脚本を読ませていただいたら、大変そうだなとは思ったんですけど、これをやらなかったらやらなかったで本当に役者としてどうなんだろうと思うぐらい素晴らしい脚本だったんで、参加できてよかったです。よかった。はい、そしてね、もう小栗さん、この才気と色気にあふれた最高にセクシーでチャーミングなかつてない太宰治が小栗さんによって作り上げられたと思うんですけれども、実際に演じられてみていかがでしたか。楽しかったです。楽しい半分しんどい半分でしたけど、でもそれこそ沢尻さんとはとても素敵なラブストーリーをやらせていただきましたし、ふみちゃんとはちょっといろいろもうなんかドロドロしながら過ごした時間もありましたし、でさくらくんにはだいたい文句を言ってるっていうような状態だったんですけど、それぞれのみんなと素敵な楽しい時間を過ごせたので、本当に楽しくやらせてもらいつつ、後半に向けてどん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 太宰が追い詰められていくので、それもまたそれで楽しんでいただけたらと思いますが、はい、大変さというのはどういったところに感じていらっしゃいました。そうですね、でもそのやっぱりこう裏切っていくので、結構太宰はいろんな人を、その裏切っていくことが積み重なっていくと、やっぱりなかなか精神的にはしんどくなっていって、それがこう現場で特に家族と一緒にいたりするとなかなかやっぱり、すごく本当に2人の子供がとっても可愛くて、その子たちを前にしながら、お父さん出かけてくるねなんて言って出て行く時に、いつもなんか心が痛くなりますねなんて言いながら、後半しんどそうだったもんね、やっぱり、ね、しんどかったですね、やっぱり、はい、ありがとうございます。そして沢尻さんなんですが、上流階級の娘にもかかわらず世間体を気にせず、ただ恋に落ちていきたいと望んでいる可憐で無邪気な女性を演じられました。この静子を演じられてみて、改めていかがだったでしょうか。
そうですね、本当に自分の、感情というか欲望に貪欲な女性を演じたんですけど、まあそうですね、私も本当に楽しかったですね、今回は。本当にそれしかなかったです。なんか本当最初、ミカさんまた映画撮るんだ、ああまたどんな重い役が来るのかっていうのを思ってたんですけど、全然そんな要素がもう一切なく、とにかく終始楽しいで終われたので、え、本当にこんなんでいいのかしらっていうぐらい。でもまあまあな役なんですよ。まあまあな体当たりだしそこあるんですけど、前回が前回だったので、まあそう、まあでも基本その恋をしてハッピーでルンルンみたいな、終始そのなんかこうもう感情なので、なんかまあ辛いっていうよりも本当にまあちょっと苦しい部分もあるかもしれないけど、とにかくあの恋してるっていう、もうそれが勝ってたので楽しかったです。ありがとうございます。はい。そして二階堂さんなんですが、未亡人でありながら太宰と出会って間もなく恋に落ちまして、一緒に死にたいと願う湿度の高い役柄だったと思うんですけれども、演じられてみていかがだったでしょうか。そうですね、確かにジメジメしていたかなとは思いますけれども、でも本当に小栗さん演じる修二さんがもう圧倒的で、もう現場に現れただけで空気が変わるような存在感でしたので、もうそこに身を委ねながら、あとは美香さんにこういろいろご指導いただきながら、はい、現場を生きていたと思います。ありがとうございます。そして成田さんなんですが、当時太宰に関わったとされるその編集者数名の要素を一人に集約したこの映画の、ね、オリジナルのキャラクターなんですけれども、はい、太宰に人間失格の執筆を依頼するという役柄でしたけれども、はい、実際に演じられていかがだったでしょうか。そうですね、この桜という役はこの小栗さん演じる太宰を大尊敬して大軽蔑していた、すごいこう2つの両極端の気持ちを常にこう持ちながら太宰をこう守っていくといいますか、こう支えていくといいますか、こう変えたいという気持ちを持っていたんですけど、もう小栗さんが目の前に立ったらもうただ飛び込むだけなので、もう全然こうある種気楽に行かせていただきました。めちゃめちゃな太宰にこう向き合わなきゃいけないというのは、なかなか大変な役柄だったかなと思いますが、うん、そうですね、大変、そんなね演じてる時はそんな大変じゃないですけど、まあね、当時は大変だったんだろうなと思いながら演じてました。はい、ありがとうございます。そして本日はスケジュールの都合で登壇が叶わなかったんですけれども、宮沢りえさん、太宰の妻美智子を演じられているんですが、蜷川監督、宮沢さんのこの美智子、本当に素晴らしかったと思いますが、いかがでしたか。そうですね、やっぱりこうそれこそりえちゃんもこう現場に入ると空気が変わる女優さんで、結構ね子供たちとのお芝居が多かったので、その彼らの力をこう全て全部なんていうのかな、全部こう必ずフィルムに映し込ませてくれてた手腕がもうやっぱり素晴らしくて、圧倒的な存在感があって一緒にお仕事できてすごく良かったです。もう宮沢さんとはいつか一緒に作品を作りたいという話をされたんですね。そうですね、はい、どこかで必ずやりたいと思ってるし、まあ、これからもどこかまたお仕事できたらいいなと思ってますけど、はい、そういったエネルギーが大変必要な役も宮沢さんがやられております。ありがとうございます。そして皆様に伺っていきたいんですけれども、作中にはさまざまなキャラクターが登場して禁断の恋を繰り広げるんですが、皆様がもし死ぬほどの恋をするならどのキャラクターとしてみたいですかという、まあ、ちょっと難しい難題かもしれません。ぜひ理由も合わせてお聞かせいただきたいんですけれども、小栗さんいかがでしょうか。そうですね、なかなか今回のキャラクターたちだと難しいんですけど、みんな濃いもんね。でもそうだな、本当に申し訳ないけど富江さんはちょっときついんだよな本当に死んじゃうもんね。富江さんはねちょっとなか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 一回忘れましょうか皆さん、はい。いやでも富江さんはねまたその中でも特にでもネタバレとかそんなことでもないでしょ、まあ、ある程度、ねね、もうみんな知ってる話は知ってる、ね、はい、一応言わないようにはしてそうですそうです
そうなんですよね。そうですね。富江さんはちょっとね、あれなので、でもやっぱり美智子さんですかね。やっぱり、かな。僕はどうですか、成田さん。そうですよね。まあそうなりますよね。美智子さんなりますよね。ね、そういうもんなんですか。なんかこう変える場所があるっていうのがね、いいと思うんですよ。どしと息子さんの包容力というか、まあ全てを許してるかどうかわからないですけれども、っていうところですかね。いやでも本当みんな結構自分に正直に生きてる人たちがどんどんこの先この作品には出てきますけど、なかなかね途中からそれぞれみんなちょっと親っていうところが出てきますもんね。そうね、みんなね、なのでね、どの人も人間臭いですからね。そこが楽しさでもあるんですけどね、この作品ね。沢尻さんはどうですか。私もすっごい難しいんですけど、そうだな、あの千葉くんが演じた弟役なんですけど、はいはい、薫っていう、まあ、すごく一見すごい可愛いんだけどとっても芯がある子で、あのいいなと思います。そういう人好きです。あの人しっかりしてるもんね。唯一しっかりしてる、唯一しっかり、よく見つけたね。そうなんです。そこがねそこ、唯一ちゃんとしてるね、ちゃんとしてる。そうだね、千葉くんの彼、弟ね、静子の弟、薫、いい子だわ。いい子、本当にいい子。いい弟ですよね。ちゃんとエリカ意外とそういうとこ見つけるよね。意外と。あのね、ちゃんとしてる。ね、ちゃんとしてる。意外とちゃんとしてる。してるしてる。確かに。実直なね、薫、千葉さんが演じられてますけれども、はい。二階堂さんはいかがですか。私は静子さんが思いました。静子さんと死ぬ気の恋したい。まだ、そうですね、なんか創作意欲をこう書き立てられるっていうのは、そうだね、なかなか魅力的なんじゃないかなと思いまして、はい。マジさん、静子がいいそうですよ、二階堂さんは。いつでもどうぞ。才能もね、溢れている静子ですからね。はい、監督はいかがですか。いやちょっと正直この中で選ばなきゃいけないんですよねっていう感じもあるんですけど、でもやっぱそれは私結構ダメな男の子好きなので、キングオブダメの太宰さんですかね。もうこれ以上ダメな色っぽい男は作れないっていうところまで頑張ろうと思って作ったので、あの相当色っぽくてダメだけど説得力のある男になってると思います。美香さんは太宰好きですよね。そうね、分かるじゃん。美香さんは太宰、私はもうそう、それはもちろん好きです。その愛情が溢れてるのすごく分かりましたし、やっぱり小栗さんが演じられてる太宰っていうのがまた魅力的なんですね、だと思います、成田さんはさっきおっしゃっていたやっぱり美智子、なんかみんなの意見聞くとなんかでも、みんないいなと思いますよね。それぞれの良さがありますよね。まあでも美智子さんですかね。変えずにいきましょう。はい、もう変えない。出ました、ありがとうございます。さあそして、ここでですね、嬉しいお知らせがございます。本作がなんと世界三大映画祭の一つであるベネチア国際映画祭に参加することになりました。はい、今年の9月に開催される第76回ベネチア国際映画祭の公式イベントジャパンフォーカスでの上映が決定したということで、おめでとうございます。世界の方に、海外の方にも楽しんでいただけるということですが、皆川監督。そうですね、なんかやっぱりたくさんの方に見ていただけるの本当に嬉しいので、あのすごいすごい嬉しい、すごいシンプルで申し訳ないですけど、すごい楽しみです。またその太宰治というと世界中にファンのいる作家ですけれども、こういった太宰の一面を皆川監督らしく切り取っていらっしゃるのって、はい、反応が気になりますよね。そうですね、でもなんか、本当に国を越えて見ていただける作品になっていると思うので、太宰のことを知っている方も知らない方も、あの楽しめるものになっていると思っているので、あの本当たくさんの人に見てもらいたいです。ありがとうございます。小栗さんはいかがですか。はい、嬉しいです。本当になんか見てこれから見ていただけたら分かると思うんですけど、すごく日本を感じれる作品になってますしね。いろんな日本のいいところもいっぱい出てくるし、それこそ昔の三鷹の街並みを、京都で僕たち撮影してるんですけど、はい、
それなんかもやっぱり改めて見るとすごいいい絵だなっていうものだし、で結局日本のその文化みたいなものじゃないと生まれなかった作家だと思うし、なんかなかなか作家と編集のこの関係みたいなのって多分これってなかなか日本独特の関係性だったりすると思うんですね。そういうのを海外の人たちがどういうふうに楽しんで見てくれるのかっていうのは非常に興味があります、はい、さあということでこの後上映も迫っておりますので、最後にこれから映画をご覧になる皆様に小栗さんそして監督から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。本当にこうみんなのですねエネルギーがぎゅっと詰まった映画になっていて、面白いのになったんじゃないかと思います。ぜひ楽しんでいってください。今日はありがとうございました。はい、本当に僕にとってはとても自信を持って皆さんに面白いと言って見てもらえる映画になっていると思ってますので、楽しんでいただけたらいいなと思います、嫌いにならないでくださいよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして人間失格太宰治と3人の女たちジャパンプレミアを終了いたします。どうぞ皆様盛大な拍手でお送りください。